ブンブン。春一、どうもサルです。今回は先ほどから Amazon の方でスタートしていますファッションタイムセール祭り。このファッションタイムセール祭りでセール価格で販売されていますタブレット、それからパソコンやその周辺機器をご紹介したいと思います。以前の動画でもご紹介しており、今回のセールの名称はファッションタイムセールとなっていますが、ファッションだけではなく、様々なガジェット関係もセール価格で販売されており、特にパソコン関係が多数のモデルでセール価格になっています。では、早速今回セール価格で販売されている商品ご紹介したいと思います。まずはこちらのタブレット。Amazon でタブレットを買ったことある方は詳しいかと思いますが、格安のタブレットを販売しているTeclastというブランドのタブレットになります。製品名としては P20HD というタブレットで、Teclastのタブレットの中ではまあまあスペックは高めの製品になっています。とはいえ今回のセールで利用しますと、このまあまあのスペックのタブレットが 15,215 円で購入することができます。スペックもそこそこ高く、CPU につきましては SC9863A というオクタコアの CPU が採用されています。アントツで7万点を超えるということですので、極端にハイスペックというわけではありませんが、ほとんどのことをやる分には快適に行えるスペックになっています。メモリにつきましても 4GB 搭載されているほか、ストレージは 64GB。64GB で足りない方は、マイクロ SD カードスロットも搭載していますので、そちらで 128GB の SD カードを挿しますと、その分容量を拡張することもできます。ディスプレイサイズも 10.1 インチ。解像度もフル HD 以上の 1920×1200 ドットということで、映像コンテンツなどを見るにも、また電子書籍を読むにも高精細なディスプレイとなっていますので、使いやすいかと思います。なんといっても価格は Fire タブレットと同じ、あるいはそれよりも安い 15,215 円で購入できるなど、 Fire タブレットの欠点でもある PlayStore のアプリがインストールできないという問題がこのモデルではなく、こちらは純粋な Android タブレットですので、アプリのインストールにつきましても何の制約もありませんので、とても使いやすいモデルになっています。なお、この種のタブレットというのは、未だに USB 端子が microB になっていることも多いんですが、この製品につきましては、こちらにある通り、ちゃんと Type-C のポートになっています。ですので、向きを気にせずに USB ケーブルを挿すこともできますし、この辺は最新機種ならではの使いやすいモデルになっています。OS につきましてもちゃんと Android 10が搭載されていますので、OS のバージョンにつきましても全く問題ないかと思います。その他、パソコン関係としましては、Dell、それから HP のパソコンが多数セール価格になっています。例えば、Dell のパソコンの中で今回とてもコスパが高いのが、こちらの14インチのモバイル PC。この製品はセール期間中 93,330 円で購入できる。パソコンのラインナップとしましては、ミドルレンジ相当の価格ではあるもの、実はこの製品かなりスペックがハイスペックで、まず CPU につきましては、モバイル用のノートとしてはハイエンド機種に採用される第11世代の Core i7-1165G7 が採用されています。メモリにつきましては 8GB、ストレージは 512GB の M.2 の SSD になっています。ですので、本来ならば10万円以上してもおかしくない価格ではありますが、今回のセールを利用しますと、このハイエンドモデルが 93,330 円で購入できることになっています。外観としましてもデルの製品ですので、割と優れており、またスタイルとしてもいわゆる 2in1 のスタイルになっていますので、このようにディスプレイを折り返してタブレット用にして使うこともでき、もちろんビジネス用のパソコンとして使うこともできれば、動画視聴用の端末としても使いやすいモデルになっています。またデルのパソコンは一部のモデル、例えば XPS シリーズなどを除きますと、インターフェースがとても豊富になっており、この製品も特にインターフェースが充実したモデルになっています。モバイル用のノートではありますが、フルサイズの HDMI 端子だったり USB-A 端子、USB-A 端子につきましては左右両方に搭載されています。また最近は SD カードスロット、マイクロ SD になることが多いんですが、この製品はちゃんとフルサイズの SD カードスロットが搭載されていたり、とにかくインターフェースが豊富で、ビジネスはもちろんのこと、趣味で使うにも十分使いやすいモデルになっています。その他、デルが今回セール価格で販売しているモデルとしましては、割とスペックの高いこちらのデスクトップ PC もセール価格となっています。こちらはセール期間中の価格が 161,820 円となっています。デスクトップの中では、ミドルレンジ相当の価格ではありますが、やはりこちらのモデルもかなりスペックが高く、例えば CPU につきましては、第10世代の Core i7-10700KF、メモリも標準で 16GB、ストレージも 512GB の M.2 の SSD のほか、2TB のハードディスク、さらにはこの製品、グラフィックもかなりハイスペックなグラフィックが搭載されており、NVIDIA の GeForce RTX2060 スーパーが採用されています。ですので、欠点としましては、ハイエンド機種と比較しますと、メモリ容量が少し物足りないというところはあるかもしれませんが、メモリにつきましてはデスクトップ PC ですので、簡単に差し替えることもできますので、その辺を自分でカスタマイズして購入するとなると、この16万1820円プラスメモリ代と考えて、割とコスパの高いモデルになります。特になんといっても GPU が最初から RTX2060 が採用されているということもあり、パソコンで割とハイスペックなゲームをプレイしたいという方にも使いやすいモデルになっています。もちろん現在では CPU は第11世代に、グラフィック方も RTX の3000番が出ていますので、最新のスペックで構成されたモデルというわけではありませんが、それでも現在でもとてもハイスペックなモデルになっていますので、今このモデルを購入するというのも決して悪くはないかと思います。その他、Dell以外にも HP のパソコンも現在セール価格になっています。HP のパソコンにつきましては、特にスペックが高いモデルとしてこちら、HP ゲーミングデスクトップ PC。このモデルは CPU に Core i9 を採用した、とにかくスペックの高いモデルになっています。その分価格も高く、セール期間中でも 328,500円という価格になっています。ただ、スペックについてはもう何もカスタマイズしなくてもいいぐらい、とてもハイスペックな構成となっていて、CPU は Core i9 で、型番が 10850K、メモリも標準で 64GB のメモリになっています。さらには、グラフィックにつきましては、NVIDIA GeForce RTX3090 が採用されるなど、とにかくゲーミング用のマシンとしてはとてもハイスペックな構成になっています。もうどこもいじることのないぐらいハイスペックな構成ですので、こちらのモデルにつきましては購入したらそのまま使うことができるかと思います。そして実はこのモデル、メーカー製のパソコンとしては珍しく、冷却システムは空冷ではなく水冷になっています。ですので特に CPU がハイスペックな Core i9 を搭載している関係上、冷却性能を意識しなければいけないモデルですが、この製品につきましては最初から水冷システムが組み込まれていますので、 CPU も効率的に冷却することができ、長時間ゲームをプレイしてもパフォーマンスの低下というのはあまりないように思います。また、ここまでハイスペックなモデルは必要ないという方、そういう方はこちらのモデルが使いやすいのではないかと思います。この製品は 4K のディスプレイを搭載した、いわゆる一体型のパソコンになります。この種の一体型のパソコンというのは処理性能が低いことが多い中、この製品につきましてはそうではなく、とてもハイスペックな構成になっています。例えば CPU につきましては Core i9 の10700、ゲーミング PC などハイスペックな PC に採用されることの多いハイスペックな Core i7 のこの型番の CPU が搭載され、なおかつメモリも 32GB、グラフィックも一体型のモデルにしては珍しく、RTX2080 が搭載されています。一体型の PC と言いますと、どちらかというとライトな使い方を想定したモデルが多い中、この製品はゲームもできれば動画編集にも使える、とてもハイスペックな構成で、なおかつ一体型の製品の関係上、小スペースでこのようにディスプレイの中に全てのパーツが格納されているタイプになりますので、何か大きなパソコン本体をどこかに置かなければいけないということも気にする必要がなく、この本体さえ置くスペースがあればどこにでも設置できる小スペースなモデルになっています。ディスプレイにつきましても 4K の割といいディスプレイがついていますので、写真編集をしたり、あるいは動画を見たりするにも 4K のコンテンツを余裕で見ることができますので、その辺も快適にこなせるモデルになっています。欠点としましては、スペックが高い分価格もやや高めになっていて、セール期間中でも292,500円という価格になっています。また HP と言いますと、モバイル PC もかなり人気ですが、今回はその中でもこちらのモデル、特に人気の高いスペクトルシリーズの最新モデル、スペクトル X36014 というモデル、こちらのモデルが今回セール価格になっています。通常この種のセールでは、型落ち品がセールになることも多い中、今回は第11世代の CPU を採用した最新機種がセールになっています。セール期間中の価格は184,000円で、このモデルもモバイル PC としてはかなりスペックが高いモデルで、CPU は Core i7-1165G7、メモリも 16GB、ストレージも最初から 1TB の SSD が採用されています。この種のノート PC の場合、自分でメモリやストレージをカスタマイズすることはできないモデルが多いので、最初からメモリもストレージも大容量のものが搭載されているこのモデルというのは、長く使うことを考えますとスペックに余裕があり、とても使いやすいように思います。また、この種の製品の中では特にこのモデル人気が高く、評価につきましてもほぼ全員が星5つの評価をつけているなど、とても評価の高いモデルになっています。また、このモデルからこれまでずっと欠点と言われていましたエンターキーの右側、これまでこのエンターキーの右側にページアップだったりページダウンだったり余計なキーが搭載されている関係上、誤ってそれらのキーを押してしまうということがたびたび批判されていましたが、今回のこのモデルからそういったところが改善されており、いわゆる普通の配列のキーボードになっていますので、日本人ユーザーが使う分にもとても使いやすいキー配列になっています。強いて欠点を挙げるならば、インターフェースがやや少ないところで、Type-C 端子だったりイヤホン端子、あとは USB-A 端子が1つある程度で、他のビジネス向けの PC によくある HDMI 端子だったり、SD カードスロットだったり、その種の端子がありませんので、その点は別途 USB ハブなどを購入して対応するしかないかと思います。とはいえ、基本性能がとても高いので、今回セール価格で販売されているモバイル PC の中では、個人的に一番お勧めできるモデルかと思います。その他、今回は HP の方からは、とてもハイスペックな Chromebook X360-13C というモデルもセール価格になっています。この製品、Chromebook の中ではとてもスペックが高く、ちょうど今自分が所有しています ASUS の Chromebook Flip C436FA とほぼ同じぐらいのスペックになっています。何がすごいかというと、CPU は Core i7-10510U を採用し、メモリも 16GB、ストレージも 256GB の SSD と、とにかくスペックの高い構成になっています。今自分が持っている ASUS の Chromebook の場合、ストレージが 512GB でしたので、その点だけはこちらのモデルの方が劣るものの、実際のところ Chromebook で 512GB も使ったことは一度もありませんので、むしろこのぐらいのスペックがちょうどいいように思います。また、自分が購入した ASUS の PC の場合ですと、ASUS の Chromebook の場合、価格は17万円してしまいましたので、それと比べてもこのモデルはハイスペックな構成でありながら、13万円で購入できるなど、よりお買い得なモデルとなっています。そこまで Chromebook にハイスペックな性能を要求することはあまりありませんが、とにかくスペックの高いモデルが欲しいという方ならば、おそらく国内モデルとして正式に発売されているモデルの中では、この製品がスペックと価格のバランスがとても取れており、いわゆるコスパのバランスのいいモデルになっています。なお、さすがに13万円は高すぎるという方は、例えば CPU が Core i3 になったモデル、こちらであれば107,500円で購入することが可能です。ただ、個人的にはやはりどうせ買うならそこまで価格差も大きくありませんので、こちらの Chromebook を購入した方がいいように思います。それからパソコン本体だけではなく、意外と今回人気が高いのが、このパソコン用のタイピングソフト、タッチタイピング練習、絶対即戦力タイピングマスターというソフト。この製品は Windows にも Mac にも対応したソフトとなっていて、現在のセール期間中の価格は2108円。そしてセールがスタートしてまだそこまで時間は経っていませんが、もう 37%、半分近くがカートに追加されており、おそらくもうしばらくしたら売り切れてしまう人気のソフトになっています。タイピングにつきましては無料のソフトも多いですが、何か有料の人気のソフトを使ってみたいという方は、このソフトを今回購入してみるというのもいいかと思います。それからもう一つ、今回のセール割と人気が高いのはこちらのモデル。こちらはモニターの上部につける LED ライトになります。本体はこんな感じで、ちょうどモニターの上に乗っけるような形でこのように取り付けます。このように取り付けることによって、ライトがちょうど斜め下に向かって照射されるような形になりますので、こんな感じで手元だけをしっかり照らすことができ、夜間わざわざ部屋の照明を全体つける必要がないような場所、手元さえ照らせばいいような場所っていうのは、このライトで十分賄えるかと思います。また、ライトの色味、白っぽい色から暖かい黄色っぽい色まで手動で調整することができますので、特に夜間、目の疲れを防止する場合は黄色っぽい明るい色合いに変更して使うという使い方もできます。ということでいかがだったでしょうか。今回のファッションタイムセール祭り、本来であればファッション関係のアイテムがセール価格になるセールではありますが、それ以外の製品、パソコンだったりタブレット、Chromebook やパソコンの周辺機器まで様々な製品がセール価格になっています。もし気になった製品がありましたら、今回紹介した製品につきましては、動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、各製品の詳細につきましては概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。